ソメの幸夫は日本及び香港にて活動中の映画プロデューサー。日本で最も中国映画ビジネスに精通しているプロデューサーであり、現在も日本、香港を拠点にして日中制作の映画、TV 作品のプロデュースを行っている。茨城県佐島郡三和町生まれ、国立清水会員学校卒業後、第三管区海上保安本部。 横浜海上保安部巡査船、室戸配属となる。1966年8月に海上保安部を辞任。1967年、当時香港最大の映画会社だった、ショーブラザーズのスタッフが、煙し、非当主の撮影のために来日し、現場である御殿場にて、主演俳優の乗馬スタントを担当したことがきっかけで、ショーブラザーズより乗馬指導の要請を受け、 1968年、香港に渡り道地を拠点に、スタントマン、俳優、アクション指導などを行う。また、日本のテレビドラマ、G メン75の香港シリーズにも、ギトとして参加していた。1980年5月に一時帰国したが、1985年12月に、現、香港監督協会名誉会長のゴシオンから、サイド香港へのカムバックの要請があり、 映画、竜の忍者の役者としてカムバックする。この作品で、真田広之と共に出演。1986年3月に、香港現地法人、染の企業伝営工作室を設立、現在に至る。中国古典には、三国志、水古伝、三遊記、コーロームという四大作品があるが、日本人に馴染みの深い、横山光つてるの漫画でも人気の、 三国史を制作費12億円の日中合作として世界で初めて映画化した。日本で公開されたフィルムは川北記念映画文化財団に寄贈され、その後東京国立近代美術館フィルムセンターに保管されている。また、長崎県平戸市が10年温めてきた平戸生まれの英雄、聖聖光を主人公に描いた作品を日中合作にて制作。 国船や合戦として公開された。ありがとうございます。